高島徹です。本日のこの人に学ぶは、好転発展アナリストの上田大輔さんにお越しいただきました。上田さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まず上田さんの現在のお仕事について教えていただきたいんですけど、どのようなお仕事なんですか、好転発展アナリストと。はい、ありがとうございます。よく研修講師さんだとかカウンセラーさんだとか、はい、そうですね、コンサルティングされている方がいらっしゃるかと思うんですけども、その方々がもともと提供している商品を変えずに、はい、相手の好み、受け取り方の好みだったり、うんうん、提供する年代によって変わってくる当たり前の感覚っていうものがもし分かっていたら、うん、お客様満足度につながっていきませんか、ほう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 、はい、っていう視点だったり、採用だとか、なんか定着率上げたいな、うん、じゃあそこの上げたいって思ってる気持ちがあるけれども、うん、そう実際やってみるけどなんか一つワンパンチ足りないなってなってきた時のなんか隠し味のような隠し味、うん、のようなイメージを持っていただけると嬉しいです、うんうんうん、そこでクライアントさんと提供者の間に入ってセカンドオピニオンとしまして、はいはい、よりお互いがウィンウィンになるような関係作りなどのお手伝いをさせていただいております。なるほど。はい。要はコンサルタントのコンサルみたいな感じですかね。そうですね。コンサルタントのコンサルだったりとか、うん、コンサルタントの相談役だったりとか。ああ、そういうことなんですね。そんなイメージを持っていただけると嬉しいです。はい。まあね、そういうサービスされてる方、まあ私もその中にも入るかもしれませんけどね。はい。そういった方が、まあよりお客様とこう、親密になれると言いますか、お客様に沿ったサービスが提供できるような、まあ、サポートされると、そういう理解でよろしいですかね。あ、そういったイメージですね。なるほど、なるほど。わかりました。まあそういうサービスね、必要されてる方結構たくさんいらっしゃると思うんですね。はい。わかりました。じゃあなぜこのお仕事を今されるようになった、うん、その経過とかですね、教えていただくと嬉しいんですけど。はい、ありがとうございます。両親ともども、うん、精神疾患の家庭で生まれてまして、あらあら、僕が中学1年の時ですね、うん、中学1年の時から病状がちょっと悪化しまして、あら、で20歳ぐらいまでかな、ただただ聞くだけのね、うん、在宅介護、13歳から大体18年間ぐらいしていた、そういった経歴がございまして、でその時に人と人との当たり前の感覚が違うんだなっていうのと、プラスやっぱり今の社会って目に見えないって言ったら変かもしれませんけれども、見た目健常者でハンディキャップを背負ってる方っていらっしゃるじゃないですか。あ、そうですね、うん、でそういった方々の後押しになるような、なんかサポートをできるような関係を築きたいと思ってたんです。はいはい、うん、でそうなってくると、そういった企業に参入してる方だったりだとか、直接ご相談受けたまわってる方々を応援してったら、よりそのサポート体制が強くなるんじゃないかなと思いまして、うん、今の仕事にして提供しております。あ、そうなんですね。はい、こういったことどういうところで学んでこられたんですか。まあ、これはもうほぼほぼ独学に近いですね。独学で、はい、何か誰かに師匠を募ってっていう部分っていうよりかは、まあ先生術という、はいはい、心理統計学を用いて提供させていただいてるんですけども。あ、そうなんですね。うん、でそれをもとに相手の原理原則に従って、うんうん、ここのところ、ま、見落としてませんかだとか、うんうんうん、ここのところまだ可能性としてまだ残ってますよっていう部分をお伝えしてってサポートしております。うんうん、まあ、先生術をこう、まあ、西洋先生術ですね。あ、そうですね、はい、それをまあベースにしながら、まあ、その年代とか、あるいはその相手の方のまあ傾向みたいなものを読み解いて、うん、そういう方にこんな言い方が響きますよとか、そういうことを、うんうん、まあ、サポートされると。そうですね、うん、相手もそうなんですけど、やっぱり提供者にも癖だとか偏りっていうのがあるから、
そこをお互い理解していった上で、はいはい。こっちの方がいいですっていまあ、相性診断みたいな感じですかね。う。うん、そうですね。まあ、広い目で見たらそんな感じでそう、すね。ね、広く言うとね、はい、なるほど。うん。もうそういった形で、こういろんなね、サポートをされて、お客様からはどのような評判とかがあるんですか？そうですね。まあ、長年、例えば、やっぱり今自己啓発だったりとか自そうです分ね、をよ磨く言われくっていうようなコンテンツが今非常に多いじゃないですか。すね。そういった方で自分はこういったセルフイメージがあるっていう、自分で築き上げてた方が、もう30分で謎が解けただったりだとか、謎が解けた。はい。だとか、やっぱりこれコンサルタントだとか、セラピストさんだとかっていうのは、自分のコンテンツに自信があるからこそ、自分一人の力で何かね、解決しようというような癖ってやっぱりあるまあじゃそうないじゃないと困りますけどね。ですか。なので、どちらかといったら視点が偏ってしまいやすいので、そのああ、なる方ほ々の視点を広げることによって、よりパフォーマンスが上がっていったりだとか、なるほど。そんなサポートをさせまあていそれたをだいね、て。先ほどセカンドオピニオンと言われたという、ようやそうく。ですね。はい。ありました。じゃあ、そしたら上田さん、これからですね、どのようなことに取り組んでいかれて、まあ、その今のお仕事とか人生とかと発展させる、そういう将来の大きな夢を語っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。僕の企業理念の一つでもあるんですけれども、発達障害、精神疾患の方々でも働きやすいような環境づくりっていう部分に僕フォーカス当てて、サポートを重点させていただいてるんですけれども、その中でやっぱりどうしてもそういった当事者の方をどうにか、ね、上向きさせるよ、スキルを上げさせようとするような傾向が強い中で、ああ、そうですね。やっぱり限界値ってあるじゃないですか。まあまあ、そうですよね。はい。頑張ろうと思っても頑張れないんですよね。そうなんです。それだったら周りに関わっているような健常者の方々の予備知識の底上げをすることによっああ、なるほど。て、その当事者の方々が自分の力だったり自分の個性を生かしつつ、それを応援してあげれるような一握りの思いやりを皆さん持っていただけるような環境づくりっていう部分において、大人の虐待を防げるような社会づくりっていう私は提唱してるんですけれども、それを、まあ、一人の企業に、一人のカウンセラーだったりだとか、一人の企業にそういった部署が一つあればいいなっていうふうに思っておりますので、それの普及にこれからね、取り掛かっていこうかなというふうに思っております。はい。分かりました。まあ、これからの社会にね、必要な、こう、どう言いますかね、社会のこう土台をしっかり固めていく、そういうお仕事になるんですね。そうですね。はい。分かりました。はい。本日は、好転発展アナリストの上田大輔さんにお越しいただきました。上田さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。